こんにちは、ハイズラボです。今回はデルのデスクトップパソコン、オプティプレックス3020です。事務用として使っていたのですが、SSD の速さに慣れてしまうと、どうしてもハードディスクの遅さに不満を感じてしまいます。2015年発売と年数が経っているので、今回はハードディスクを SSD に交換し、Windows 10をクリーンインストールしようと思います。それでは作業に入ります。背面のカバー固定ネジを取り外し、カバーをスライドさせて取り外します。DVD ドライブのタブを持ち上げ、スライドさせます。スライドさせると、DVD ドライブが外れるので、ケーブルを取り外します。ハードディスクのケーブルを取り外します。ドライブケージハンドルを画面左側にスライドさせてロックを解除します。ドライブケージを持ち上げてハードディスクを抜きます。ハードディスクブラケットをハードディスクから取り外します。今回使用する SSD はこちら。シリコンパワー SSD S56。120GB SSD をそのままブラケットに取り付けることはできません。そこで必要になるのがこちら 2.5 インチ用 SSD ハードディスク変換マウンタ。 2.5 インチの SSD を 3.5 インチ化にすることができます。取り付け位置に注意して SSD を変換マウンタに取り付けます。ブラケットを SSD に取り付けます。ドライブケージを持ち上げ、SSD を取り付けます。SSD にケーブルを挿します。ドライブケージハンドルを画面右側にスライドさせてロックします。DVD ドライブを取り付けてケーブルを挿します。
カバーをし、固定ネジを取り付けます。これで完了です。次に、Windows 10、クリーンインストールに進みましょう。作成したインストールメディアの USB メモリを挿します。別のパソコンでインストールメディア USB を作成してください。インストールメディアの作り方は過去の動画をご覧ください。コメント欄に作成動画のリンクを載せてあります。電源を入れてメーカーロゴが表示されたら F12 キーを数回押します。Windows 10のセットアップ画面が表示されます。言語等を確認し、次へ進みます。今すぐインストールをクリックします。Windows のライセンス認証を聞かれるので、パソコン上面のシールに記載されているプロダクトキーを入力し、次へ進みます。ライセンス条項が表示されるので、同意しますにチェックを入れ、次へ進みます。インストールの選択画面が表示されるので、カスタムの方を選択します。インストール場所の選択画面が表示されるので、ドライブのフォーマットや新規パーティション作成などをしてください。対象のパーティションを選択し、次へ進みます。Windows 10のインストールが開始されます。インストール完了後、初期セットアップ画面が表示されます。住まいの地域を選択し、はいをクリックします。キーボードレイアウトは、はいをクリック。キーボードレイアウト追加はスキップをクリックします。ローカルアカウント設定に進みますので、PC 名を入力し、次へをクリックします。パスワードは必要に応じて入力してください。不要な場合は空白のまま次へをクリックします。以降は表示内容を確認し、次へ進んでいきます。設定完了後、準備中となるので、しばらく待ちます。Windows 10が無事起動。ハードディスクから SSD にしたことで起動も速くなり快適。まさに爆速です。しかし CPU やグラフィックボードが貧弱なため負荷がかかるソフトは動作が遅くなってしまいます。なので次は CPU 交換、グラフィックボードの追加をしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。